この動画は、東方プロジェクトの二次創作です。皆さんこんにちは。毎度おなじみ、記憶正しい、幻想郷の伝統文や、社名丸綾と、女子のフランドール・スカーレットです。お姉ちゃん、今回はいつもとちょっと違うって聞いたけど。ふっふっふ、聞いて驚いてくださいフランさん。今回はなんと、迷いの竹林にある永遠性の医者、矢心栄林さんから、付き人の姫である、蓬莱さんかぐやを記事にしてほしいと依頼をされたのです。お願いをされたの？すごい。いつもなら弾幕で追い返されるのに。幻想郷の住人も、ようやく私の新聞の素晴らしさに気づいてきたようですね。しかも今回はゲスト扱いです。先方への多少の無礼も許されるでしょう。じゃあ、今回はお姫様の特集なのね。でも、それだけじゃ紙面が寂しいんじゃない？もちろん記事にするのはお姫様だけではありません。ついでに永遠帝の住人たちも記事にしてしまいます。あまり人の訪れる場所ではありませんから、興味のある人はたくさんいるでしょう。高魔館からの購読数が落ち込んでいる今、発刊部数回復の大きなチャンスです。これを逃してはありません。それでは早速参りましょう。およびとあらば即参上。人間の里から見て、我々天狗が住む妖怪の山の正反対の場所。そこにあるのが、迷いの竹林です。目立った目印もなく、日々成長している竹によりすぐ景色が変わってしまうため、妖精ですら迷うと言われています。何の対策もなく足を踏み入れると、よほどの強運がない限り抜け出すのは不可能です。そこで今回は、この不思議のダンジョンのような竹林を知り尽くした人物、藤原の桃光さんに永遠帝までの道案内をしてもらうことにします。藤原さん、よろしくお願いします。ああ、任せてくれ。道案内は私の仕事でもあるからな。それと、藤原なんて堅苦しい呼び方はしなくていい。モコウでいいよ。わかりました。モコタン。モコウ。モコタン。よろしくね。モコウって言ってるでしょ。まったく、竹林のど真ん中に置いて行ってやろうかしら。まあまあ、親睦を深めるための軽い挨拶みたいなものですよ。モコタ。お姉ちゃんたち、早く行こうよ。ネタは一刻を争うのよ。フランさん、そんなに急ぐと転びますよ。新聞記者たるもの、いつでも落ち着いた行動をですね。ああ、こら、私より先に行くんじゃない。本当に迷ってしまうぞ。というわけで、モコウさんは竹林で迷った人を助けたり、病人を永遠帝まで連れて行ったりしているのですよ。そうなのねー、モコタン、偉い。うん、まあ、人から感謝されるのは嬉しいからな。それに悪いところは早く治して、元気であるべきだよ。そもそも病気になる前に、私みたいにもっと健康に気を使うべきだ。それが長生きの秘訣だというのに。健康が一番というのは同意できますけど、すでに不老不死であるモコウさんが長生きの秘訣と言っても説得力が。そういえば最近、竹林の案内の依頼が多い気がするな。この間は普通の魔法使いを永遠帝へ連れて行ったんだが、まるで子供みたいに縮んでたんだ。あんな病気は今まで見たことないんだけど、一体何があったんだか。きっと何か、悪いものでも食べたんじゃないですかね。ところで、最近の妖怪は人間じゃなく、同じ妖怪をさらうのか？その子、人間でも天狗でもないだろう？なんでさらってきたこと前提なんですか？むしろ、本人の方からついてきたんですよ。そうよ、合意の上だから犯罪じゃないわ。フランさん、その何か引っかかるような言い方はやめてください。フランさん、気をつけてください。え？すばしっこいのが来ます。私を盾にするんじゃない。写真を撮るのはいいですけど、撮られるのは苦手なんですよ。それに、相手は悪名高いウサギし、何に使われるか分かったものじゃありません。悪名高いとは失礼だわ。ちゃんと人間の幸せのために写真を撮ってるのに。人のためと書いて偽りと読むんですよウサギさん。撮った写真で何をするつもりですか？決まってるじゃない。里の人間たちに買ってもらうのよ。もちろん、それなりのお値段でね。妖怪好きの人間って結構多いのよ。つまり、売るための写真を撮りに我々のところに来たのですか？おそらく法外な値段で売りつけてるんでしょうけど、それで人間を幸せにしていると言っていいのでしょうか。値段は相手も納得して買ってるわけだし。でも、カラス天狗じゃあまり値段で売れないかな。白狼天狗ならまだしも、黒くて不吉なカラスだものね。特にあんたは可愛げないんだからさ。こんな感じでもっと相手を振りまいてよ。ギャップを売りにしたら負けるかもよ。まあ、どんなことしても私の可愛さには負けるけど。いやーもうほんと、可愛くてごめんねー。言いたい放題言ってくれますね。これはとっても可愛い帝さんとじっくりお話しする必要がありそうです。フランさん、お喜びください。ふわふわのラビットファーをプレゼントしましょう。あ、お姉ちゃん、怒ってる。意外と気にしてたんだな、天狗。まあ、お姉ちゃんのそういうところが可愛いんだけどね。待ってくれ、天狗。ここは私に任せてくれないか？
あやややあなたは、歴史の編纂者、上白沢慶音さん。霊の動きが活発なのが気になってきてみたんだが、やはり人間を騙そうと企みを進めていたところだったか。うさうさうさ、いいところに来たわけよね。次はあんたを狙っていたところなのよ。人間には女教師っていうのが大人気のさ。ねえ慶音、あんたの大好きな人間、その体で幸せにしていない？まあ、嫌だと言っても勝手に取っちゃうけどね。あやややや、このウサギ、さっきよりも速くなってるわ。上白沢さん、ここはやはり私が捕まえた方がいいのでは？大丈夫だ。私は数多くの歴史を見てきた。過去に学べば道はおのずと開ける。で、お前のその動きも私の歴史に入っているぞ。あれ？単に飛び跳ねるウサギのままの動きが通用すると思ったか。もう少し動きに新たな歴史を加えるべきだったな。さあ、少しお灸を据えてやろう。で、お前の人間を幸福にする程度の能力、それは私から見ればとても羨ましく、とても優しい能力なんだ。人を騙すことなんかせず、私の大好きな人間のために、どうかその力を使ってやってくれないだろうか。人に幸せを分ければきっと手にも大きな幸せとなって帰ってくる。私からのお願いだ。何この甘くて、優しくて、懐かしい匂い。こんなのに包まれたら、嫌とは言えないじゃないの。そこまで言うんだったら、考えてあげなくもないわ。そうか。で、ありがとう。でもまあ、それはそれとして。お灸はしっかりと受け取ってもらわねばな。これに懲りたらもううさぎなんてするんじゃないぞ。上白沢さん、見事な飴と鞭でした。やあ慶音、わざわざ来てくれたのか。助かったよ。何？気にすることはない。霊の剣のついでに、模倣の様子も見ておこうと思ってな。ほほう、通い妻というやつですか。天狗、変なこと書いたら焼き鳥だからな。お、怖い怖い。生産を記事にしようと思いましたが、写真がどれもこれもブレて使い物になりません。代わりに上白沢さん、あなたを記事にしていいですか？悪いようにはしませんよ。焼き鳥は嫌ですからね。新聞記事か。まあ、それくらいなら構わんよ。ご協力感謝します。それでは1枚撮らさせてもらいますね。はい、オッケーね。途中でイレギュラーもありましたが、無事、永遠邸へ到着しました。そしてこちらが今回の取材の依頼人。幻想郷の医療はすでに私が完成している。月の頭脳こと、矢心栄林さんです。矢心さん、今回はお招きいただきありがとうございます。よく来てくれたわ。最近あなたの新聞が評判らしいから、頼むなら今しかないと思ったのよ。ふっふっふ。この取材でさらにその評判が加速するでしょう。どうです？学級新聞もなかなか侮れないでしょう？そんなことまだ覚えていたのね。ほら、あの時はまだそんなに有名じゃなかったからさ。ふふ、おかげさまで知名度も上がりましたけどね。さて、家具屋さんを記事にしてほしいということですが、何か理由でもあるのですか？最近表舞台に出ないせいか、あの子のだらけっぷりがひどくてね。住む場所は変わっても姫は姫。自分の記事が多くの人の目に触れて注目を浴びれば、姫としての自覚を持つんじゃないかと思ったのよ。あの子はやればできる子ですからね。お、なんという親心エイリン。これはいつもと違った記事が書けそうです。よろしく頼むわね。うまくいったらあなたの新聞、購読させてもらうわ。その言葉が聞きたかった。フランさん、この依頼、何としても成功させますよ。わかったわお姉ちゃん。成功したら式年長でお祝いね。フランさん、いけません。焼き鳥はいけませんよ。それじゃあ姫のところに案内するわね。今回のために特別に用意した舞台があるのよ。その前に、霊仙さんの取材をしてもいいですか？あら、うどん家のことも記事にしてくれるのかしら。もちろん構わないわ。うどん家なら中庭にたくさんいるわよ。たくさん。月に代わって月光町である、の名台詞で知られる月のうさぎ。霊仙、うどん芸人、稲葉を取材すべく。お姉ちゃん、それいろいろな人から怒られそうな気がするわ。でもどうせなら、月に栄光あれ、地球に慈悲あれ、の方が良くない？私としては、10時間くらい天井を見ている、も捨てがたいです。まあ、見出しは帰ってから考えるとしましょう。さて、そうこう言っているうちに、永遠邸の中庭へ到着しました。目的の三月うさぎはどこに？なんということでしょう。霊仙さんがたくさんいます。これはまるでうさぎ小屋。幻の霊仙パークはここにありましたか？矢心さん、これは一体。ほら、季節の変わり目って体調崩す人が多いでしょ。だからこの時期、患者が増えて人手が足りないのよ。足りないなら増やせばいいって思って、うどん家が増える薬を作ってみたの。うどん家も、師匠のためならって、喜んで薬を飲んでくれたんだけど。
思っていたより多く数が増えちゃってね。まあ、賑やかでいいわよね。いささか増えすぎな気もしますが、これは思いがけずいいネタになりました。新名物、東方0000円として大々的に。フランさん、気持ちはわかりますが、対抗しなくてもいいんですよ。なんだかとっても悔しいわ。お姉ちゃん、この子買ってもいい？うさぎ肉ですか。私はもっと脂の乗った肉が好きなのですが。ちょっと、買おうとも食べようともしないでよ。お、見てくださいフランさん。色違いですよ色違い。これはきっとレアポケモンに違いありません。こっちをゲットしましょう。オリジナルの方を色違いにしないでよ。紛らわしいから着替えただけよ。あなたがオリジナル霊戦でしたか。どうです？霊戦49くらいまで増えてみませんか？お断りよ。七子さんになっちゃうじゃない。そんなことより師匠、早く元に戻してくださいよ。まだまだ患者は来るんだから、しばらくはこのままよ。それに、月のウサギが増えていいじゃない。地上のウサギは言うことを聞いてくれないんでしょ？それはそうですけど。いいじゃないですか。私としては、こんないいネタを記事にすることができて大変満足して。あややややや。妙ですね。ピントが合いません。カメラの故障でしょうか？というよりも、視界そのものがずれて。霊戦さん、あなた、能力で私の視界を狂わせてますね。当たり前よ。あなた、絶対変な風に脚色するでしょ。記事なんかにされてたまるものですか？私は事実を大衆向けに読みやすくしているだけですよ。それに、こんな美味しいネタを前にして、おとなしく引き下がるほど愚かではありません。能力を解くつもりがないなら実力行使です。フランさん、やっておしまいなさい。何よ。誰が相手でも、私の能力を使えば怖くもなんとも。お姉ちゃん、大変だわ。ウサギがウサギのバックプリントだわ。え？ほほう、上から下までウサギ尽くしとは。実にウサギですね。こら、カメラを渡しなさい。まあ、落ち着いてください。銃を突きつけられては怖くて話もできません。この先どうなるかはあなた次第です。この写真で記事にされたくなければ、取材に協力してください。オッケーね。そんなの卑怯だわ。まあまあ、いいじゃないの。これも姫のためだと思って、撮らせてあげなさい。そんな、さすがヤゴコロさん、話がわかります。それではついでに、指定ツーショットで1枚撮りますね。はい、もっと寄って寄って。それでは撮りますよ。見よ、東方は赤く燃えている。